本項目では、ウズベキスタンの宗教について述べる。ウズベキスタンでは、イスラム教が最も信者の多い宗教であり、2009年時点で、全人口の96.3%がムスリムである。500スムサツに描かれる、ティムール・ウズベキスタンではシーア派よりもスンナ派のムスリムが、多い。イスラム教は8世紀頃アラブ人により、中央アジアに持ち込まれ、トルキスタン南部から徐々に、 北部へと広まっていった。イスラム教は、ウズベク半島地下において広まった。アフマド・ヤサビーの時代のブハラの統治者であった、イブン・アブドゥル・ハーミドによるイスラム教への改修や除地、ウルス・シタにおける、ウズベク人による、不教拡大を通して、イスラム教は、中央アジア全体へと浸透していった。長い期間を経て、十四14世紀。 遊牧民の間にスーフィズムを広めたティムール・ワビービー、ハーノム・モスクなどの多くのイスラム教宗教施設を建築した。彼は他にも、アフマド・ヤサビーを祀った法者アフマド・ヤサビー病といった素晴らしい建築物を建築した。ソビエート連邦時代には、モスクワのソビエート連邦中央政府は、ウズベキスタンの人々に広まるイスラム教を曲解し、 中央アジアに広まるイスラム教に対する対抗措置を行った。ウズベクソビエット社会主義共和国は公式の反宗教キャンペーンをたびたび支援し、国の制御下にないイスラム教運動やネットワークを徹底的に分断しようとした。さらに、多くのムスリムは急激なロシア化にさらされた。多くのモスクはヨシフ・スターリン政権下において閉鎖に追い込まれ、多くのムスリムが 国外追放された。ソビート連邦が崩壊し、ウズベキスタンが独立した後も多くの人々が予想したようにイスラム原理主義が没効することはなく、イスラム教国家の中では比較的戒律に関して緩やかな状態にある。現在、ピュー研究所の報告書によると、ウズベキスタンの人口の96.3%がムスリムである。ウズベキスタンにおいてキリスト教を信仰する者は、 ロシア人にそのルーツを持つものが多い。ウズベキスタンで最も信仰されているキリスト教の宗派は正教会である。個別のウズベキスタン正教会は成立しておらず、ロシア正教会の管轄下となっている。ウズベキスタン国内のユダヤ人の数は2007年時点において全人口の0.2%にあたる約5000人である。かつてはブハラユダヤ人が多く住んでいたが、 ウズベキスタンの独立とともに国外へと出国。一時は数が大幅に減ったが、現在では小規模なコミュニティが形成されるようになっている。ありがとうございます。